靖国神社、日本大使館放火事件は、二千十一年十二月二十六日に、中国人が靖国神社を放火し、さらに二千十二年一月八日に、在外韓民国日本国大使館に火炎瓶を投擲した事件。日中官政府間の外交問題となったが、中国の要請に応じた韓国が、日韓犯罪人引き渡し条約に抵触しない政治犯と認定し、 犯人は中国へ送還されたが言い渡された。ありがとうございます。